問い10ですね。回路電流が2アンペアで消費電力が2メガワットですね。かなり大きいですね。で、電圧と抵抗を求めてください。はい。まずは電圧ですね。電圧は、Q を割ることの I ですね。はい。そうすると、メガですから、2×10 の6乗ですね。それを2で割ります。ね。そうすると、これは2分の 2×10 の6乗と。で、これは 1×10 の6乗ボルトになりますね。ということは、これは1メガボルトと。こういうことになりますね。はい、次ですね、抵抗ですね。抵抗は、P を割ることの I 地上ですね。はい、そうしますと、これは P が 2×10 の6乗ですね。で、2の地上。ということは、4分の 2×10 の6乗と。0.5×10 の6乗オームになるわけですね、これね。0.5、メガですね。メガオームと。こういうことになります。